ありがとうございます。あごみます。はい、はい、どうも、はい、どうも。全部チャーシュー麺ね。はい、まあ一番てっぺんにあるのはね、うちで働いてる人たち、家族ももちろんいるし、アルバイトや社員の人もいるし、その人たちを幸せにすること、これがね、一番てっぺん、一番上にあるのはそこなんですよね、僕の場合はね。そのためにはやっぱりお客さんに喜んでもらわなければ、当然そんなことできるわけないわけで、ね、まずお客さんに喜んでもらえる店作りですよね。この味で、熱いスープに入ったところがグッと締まるんで、見るからに分かる。まあ一度で一度美味しい。まあ、いろんな部位があるんだけどね、自然のものだからね、大きなもの、小さなものね、またこの水分の多いところとそうでないところ、毎日違うわけなんですよね。それはやっぱりこの一つの釜で、まあ、均等にというかね、できるだけ均等にこう焼き上げるために、ね、まあ、こうやって、まあ、いろいろ考えながらこう吊るして、だから適当に吊るしてるわけでも何でもなくてね、本当にこれかなり計算して今釣ってる感じ。このね、ものによってはね、肉の半分が水分が多くて半分が非常に少ない部位とかもあって、これをまともに焼くと当然片方がパサパサになってね、片方が生になってしまうっていう、そういった現象がね当然起きるんだけど、まあそれがね起きないように吊るす感じ。こんな風に薄いところもあれば、こんなに太いところもあると。この肉でだいたい 2.2 キロぐらい、この釜でなかなか焼き切ることが非常に難しくてね、まあ、いろいろ考えながらねやってるんだけど、焦げてしまったらね、身も蓋もないんで、一番焦げやすい場所、この肉はここの一番、ここが非常に水分が非常に多い肉なんだけど、ここが今巻いてるところが非常にね、水分が少ない、かつ肉が大きい、かつ
まあこの窯の中で一番熱の対流が一番いいところにね潰してあるんだけど、これで 100% だね、これね、うん、こんな感じだね。この太さの肉は完全に中まで焼き切るから、この太さだね、うん、これは下に吊るしてるところと、うん、上とでは結構火の入り方が違ってきますね。ああ、違う違う、全然違う。本当は全部吊るしたいんだけどね、あのそれだけではもう間に合わないんでね。これで49キロぐらい、今日はね、これ1回で49キロ。今日はもう1回ね、同じ量焼くんです。大体100キロ、今日の部位の大きさと100キロ弱ぐらいですかね、100弱ぐらいで。使った時は必ず、こういった感じでね、まあ、お湯で洗ってね、やらないと。今日こっちに何キロでしたっけ？こっち何キロでしたっけ？こっちは70。こっちは全部で3、4、5、6、7、8、9。これがね、あそこに入ってたやつ。じゃあ冷蔵庫の味は230。はい、わかりました。230キロになります。はい、わかりました。あ、220でいいな。220、今日220で、はい。手作りでスープを作ってる手前ですね。やっぱり朝来てくれるお客様、昼間夜来てるお客様、皆様に美味しい、ラーメンをね提供するためにいろいろ考えて、この柄はこの柄で、役に立つ場面っていうのがあるんですね。この辺の柄はこの辺の柄で役に立つ場面っていうのがあって、時間差になってる。もちろん時間差にもなってるんですけどね、しっかり意味はある、うん、皆さんに美味しくね、美味しいスープを召し上がっていただくためのやり方っていうのはね、これは教科書何もないんでね、はい。
これはね、純度でいうともう100年、純度100のかなり漁師さんの時から取った親友、何の混じり気もなくラードであるのか、それ以外の油は一切入ってない、これ純度100、もう本当の100のね、油になります。でこれね、見るとちょっと分かると思うんだけどね、これ、なんて言うだろうな、非常に硬い油でね、まあ、うち豚骨ラーメンなんでね、豚骨から出る油とこの鶏油が混ざると当然比重がね似てるんでね、通常同化するんだけど、こいつはねしっかりこの鶏油の層に分かれてくれてね、ラーメンの上と下味が違う感じです。まあ、うちの業界ではね、あまりこういった生のほうれん草、なかなか使えないんだけど、もう何を隠すと、やっぱりね、生がうまい、もう風味も、ね、色も、食感も、冷凍にはもう全くもってかなわない、ね、ただ、非常にお値段のほうも高いんだけども、まあ、使えるときはね、使っていこうかと。これ2キロちょっとありますよね、これでね、このさ、指が回らないぐらいのさ、これもう中も完全に焼き切ってますよ。で完全にこれ熱が入る一歩手前でこれ釜からね、揚げてるんですけど、あともうちょっと火が通るとね、これ肉汁と中に入ってる油のサシが表に出てしまって、パッサパサの硬い肉になるんでね、まあ、今あったここにあるやつはもう完璧です。93点ぐらいですかね。さっきのやつはこれですね。こんな感じです。これがなかったらここ焦げます。確実に焦げます。わかりますかね、この感じですね。これ焼きでこれ出ないんですよ。焼きだとね、ほんとこれ出ないです。もう何年かかったかな、このものの、いいですね、これで今表に出ようとしていた肉汁とね、サシの脂がまたこの中に戻っていく。で、またこの返しの旨味が肉に入る。で逆にこの肉の旨味が返しに戻る。でこのバランス、これバランスが崩れると全然美味しくないラーメン。今肉汁がグッと中に入ってくるんですけど、エキスも出てますからちょうどいいですね。今日来るお客様は非常にいいと思いますね。まだ全然腕も全くね、腕なんかないです。まあ、毎日勉強ですね。私は多分一生100点になることはないと思います。毎日勉強です。
ます。ありがとうございます。上、広いでございます。はい。あ、チャーシューの塊のご用意ですね。ありがとうございます。今日買われるの初めてですか？こういった感じでね、油、煙ね、吸うんで、これはね、もう毎日私の作業なんですよ。そう、1回でこうなります、一度で。毎日洗っておけばね、きれいに保てるんで。こんだけ出てますね、こんだけ油がね。これ1日の油ですよ。たった1日の、これ全部油ですからね。これ毎日ここに洗わないと、この状態はもう保てないです。油落ちなくなりますんでね。かなりいい感じで焼けてますね。これもおいしそうな会社の教えで、とにかくきれいにする。まあ本来営業時間もね、10時11時までやりたいとこなんですけど、うちは9時までなんです。もっと長くやってね、お客さん来ていただけてますからね、やりたいところなんですけども、私は営業を選ぶか掃除を選ぶかって言った時にですね、本当に迷ったんですけど、私は掃除を選びまして、9時に完全に閉店します。9時に完全に閉店して、この状態を毎日やってます。まあそもそもこの時間帯に綺麗な状態にするにも、やっぱり、夜営業終わってから掃除をする。とにかくお客様に美味しいものを出すためには、手を抜かない。いいですかね。とりあえず。これ、お二人が息子さんです。息子と義理の息子です。はい。ヤギだとこういう風にね、こういう風にならないんだよね、ヤギだとね、こんな感じ。これ分かる？このストップ、ストップ。この肉のこの断面がこう濡れてる感じ。これね、すごいよ。結局焼くとね、この今この肉のこの濡れてるその肉汁が表に出ます。あとは。まあ、この部位だとね、あんまりちょっと見づらいんだけど、こういう背面には油しっかり乗っかってるんだけど、この肉のこの中に入ってる、サシだよね、油のサシがね、肉汁と一緒にこれ表にこう、出ちゃうんだよね、焼きだとね。これがね、出るといわゆるその、なんて言うんだろう、パサパサで、当然硬くなってね。当然出るわけだから小さくなりますね、硬くなります、まあパタパタになります、で旨味が出ます。なんかね、この旨味を中にこの表に出さないような焼き方っていうのができないもんかね。毎日ごめんなさい、もうやってて、やっとね、やっとじゃないですよ、全然完成でも何でもないんだけど、まあかなりね、美味しく焼けてると思います、今日はね。これがね、もうちょっとヒートしちゃうとね、もうパッサパサでね、今ほら、いや非常に柔らかい感じでこう仕上がってるんだけど、これがね、もう本当にあと3分とか5分とかで入っちゃうと、もうカッチカチになって、なんて言ったら、こうならないんだよ、こういうふうにもう曲がらない、肉が曲がらない感じ。
ピーンとした感じ。まあ、手切りでね、見せてみな、見せてみな、ね、まあ、手切りでこういった感じ、こういった感じであの手切りで均等に切るっていうのは、うん、あのまさに職人技でですね、あのこれになるまでに相当なあの時間と努力が必要。まあ、最初はもう見事もう、ね、こっちは薄くなって、こっちは薄くなって、まあ、当たり前ですか、当たり前、うん、小さい肉なら簡単ですけど、お客様に出すお肉ですから言うと均等に、うん、これが熱いスープに乗っかるとグッと締まってまた違った味わいになる。ペロンとなった部分はこの味で、熱いスープに入ったところがグッと締まるんで見るからに分かる。まあ一度で二度美味しい、非常に美味しいと、うん、まあ上手だ。息子さんの切り方は上手ですよね。あ、まあ、まだ修行中の身ですけどね、もっともっとうまく、でも上手になりましたよね、この均等な感じ。でやっぱり苦労されたんじゃないですか。そうですね、いろいろ教えてまいましたけど、まあどれもこれも難しいものばかりで、まあ全然僕なんかまだまだだなって毎日思います。やれやれってできるもんじゃないですからね、この業界はね。やって失敗してね、やって失敗して。汚い、汚れてる。朝からこんな汚い。申し訳ない。本当働きっぱなしですもんね。本当働きっぱなしですもんね。ね、まあでもありがたいですよ。あの仕事っていうのはね、サラリーマンをね、20年間やってきました。20年間。そのまま本当はいればね。まあ安泰ではあったんですけどね。私子供が3人いて、3人ともここで今働いてますけどね。まあでも私はその子供3人とも成長を見ることができなかったんですね。まあ朝から晩まで仕事で、まあ常職になってね、単身赴任になって家に帰ることができなかった。まあたまに家に帰れば、まあ娘息子が大きくなっている様が目に取れて分かって、まあ、そんなことをまあ20年間やってきてね。やっぱり吉村会長にね、本当に無理を言ってですね、修行に入れさせていただいてね、本当に無理を言って、修行にやらせていただいて、まあ、本当にもう感謝感謝でね、もう感謝しかないですね。はい、毎度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 、はい、どうぞ、はい、アルコール姿でご入店ください。はい、毎度、毎度、はい、どうぞ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 、はい、どう
ろしちっちゃかった子供もね、もう今じゃ孫ができね、みんな大人になって、あんな赤ちゃんだった、ね、3人とも今ではね、もう体力もありますし、技術もありますね。うちは女性2人も平猿で、ね、ガンガン目上げますから、目も上げます、何でもやります、ね、みんな私を助けてくれてますね。もう私より仕事ができるかもしれません。3人ともっていうか、私にここには義理の息子もいます。まあ私の息子です。だから私はその家族のね、息子、娘、この子供は必ず幸せにします。またここに今来てる従業員、アルバイトも、ここの店で良かったなって思える、そういう店作りを今後もしていきたいな、していきたいなと思いますっていうよりは、今後もしていきます。これ今日来たキコって言います。キコ、今日からです。今日から来ました。はい、どこから来たんですか？香港から来ました。ああ、はい、もうこの子ももう娘同様です。ああ今初めてだから、今日来た。はい、もうね、これからね、はい、何年間かうちでね、一生懸命一緒にね、やって、もう娘ですから、俺の娘。頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあママ、聞こう。ママ行きます。素敵な方がまた入って、うん。必ず幸せにする。
この子たちはね。入りました。